あの事件は俺がやったと。俺自首するわ。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜都市伝説。おいしゃー、撮影前に暴れろって言ったから分かりやすかった。SD でもちょいちょいやってる未解決事件、おっ、未解決シリーズ、それをやっていきたいということで、ゾディアック事件って言うんですよ。おー、なんか見切ろうだろ。連続未解決事件なんだけど、何がヤバいのかって言ったら、犯人が何回も警察に、俺、あの事件俺がやったぜって電話してんのに、一切逮捕されなかった人物。全然捕まらないんです。じゃあこれ一体どこでいつ起きたかっていうと、はい、1968年のカリフォルニア州である一件の事件が起きたんですね。若いカップルが車の中でイチャイチャしてたら銃で撃たれてしまった。珍しい。それはしょうがない。しょうがない。それは俺も思ったよ。しょうがない。しょうがないね。この事件が起きた半年後に、はい、警察に電話が来たと、ある一件の。そこであの事件は俺がやったと。でプラス最近もう一回俺やったわみたいな電話をするんですよ。そこはカリフォルニア州の丸々公園の駐車場に茶色い車があるから、そこの車に行ってみろ、カップルの死体があるからな、ガシャーン。いいじゃあ警察もじゃあそこの場所行ってみました。はい、本当にカップルの死体あったんですよ。でも彼氏だけ重傷だったけど生きてて、犯人の特徴を掴んだんですよ。それを元に描いた似顔絵がありますので、こちらです。お、めっちゃちゃんと顔捉えてる。結構ちゃんと描いてます。似顔絵描いたんだけど、これといった手がかりは掴めませんでした。この電話で俺はゾディアックだと名乗ったから、これゾディアック事件って言うんですよ。なるほどね。だからゾディアックはあくまでも仮の名前。なるほど。本当の名前は言ってない。言ったらバレちゃうから。そんな感じで1ヶ月経ってまた事件が起きてしまいました。まあ、カップルがね、まあ、外で飯を食ってたと。しょうがない。ゾディアックが血が入ってる。黒い覆面をかぶった男が現れたと。おーい、マルシと金出せ。もうナイフ持ってるからやべえと思って金出すじゃないですか。うん、金出したところ、最低やね。うわ、でこれ結局どっちもなくなってしまって、そ、外で飯食ってて、そのカップルの車に運んで、そこに死体置いといたみたいな。あー、やばいじゃん。これまで2件やったじゃん。この事件が起きた日付をその車に書いて、であとね、丸と銃っていうねシンボルマークみたいなもんを刻んで逃走したわけです。映画やん。で結局その事件もまた警察に電話して、あ、俺がやったぜみたいな。プラス今回はね、あるものも届きます。それが暗号です。おお、その暗号の画像もありますので、こちらです。アルファベットに近いんだけどちょっと違うみたいな。ハンターハンターっぽいな。あ、ちょっとハンターハンターっぽいよね。なんだろう、ゾリアックのさ。え、ゾルディックやん。そう、キルアだよね。あ、そう、名前ちょっと似てるよね。多分それは関係ないね。まあでも確かに、マジトシってそれか。そういうことなんだね。あ、そう、よう気づいた。じゃあなんて書いてあったかですよね。はい、俺はXが好きだと。特に最高なのは、俺がXしたこの犯人たちがあの世に行ってから俺の奴隷になることが最高に楽しい。やばいやつだな。あの世に行ったらXした人間が奴隷になるという内容から、ゾディアックは独自の宗教観念を持っていると思われる。丸に×というシンボルマークも何らかの宗教をもとに書いているのではないかと言われている。でさ、これさ、ターゲットさ、うん、ある共通点があるんですけど、リア充、リア充、うん、そう、リア充。全部リア充狙ってるから。ゾディアックは過去に女関係でちょっとトラブってたんだから、ね、もうそういう推測を立てて、うん、まあ、その情報を元に調べていくわけ。でもね、次に起きる事件で、うん、この唯一の共通点であったこれも解消されることになってしまいます。次ね、タクシー運転手がねやられてしまうんですよね。でもこれは別にね、俺がなゾディアックやったっていう証拠どこにあるんだっていう話じゃないですか。そうですね。タクシー運転手の事件が起きてから10日後、カリフォルニアのある新聞社にこのタクシー運転手の血のついたシャツが送られるんですよ。で、えってなって、それと同時にゾディアック電話してるんですよ、警察に。あのシャツ送ったの俺だと。いや、怖そう。強っ。もてあそんでるね。そうそう。ここでね、もうさらに驚愕すべき一言放ちます。俺自首するわ。
ただ条件として2つ。1つ目は俺に優秀な弁護士をつけろと。おお、まあ、ここまではわかるじゃないですか、うん、問題が2つ目で、俺をテレビのトークバラエティに出演させろ。なんでだよ。やばいやつ。警察の意味わかんないですよ。まあ、警察も警戒するわけ。こんだけやばいことするからなんか裏の狙いがあるんじゃないかな。そうだね、ここまでやられてきたもんね。うん、まあでも犯人逮捕したいっていうのが強いから条件飲むことにしたんですよ。おお、まあ、分かった、弁護士もつけるしトーク番組も出させてやるよって。やばいで、じゃあいざそのトーク番組の収録が始まりましたって言って時間通りにちゃんと電話来たんですよ。本当に。そう、本当に電話来て、はい、でもね、その電話の声が今までの声と全く違ったって、このことから多分またおちょくってたんですよ多分。あ、なるほど。あ、偽物用意して。数日後弁護士からある連絡が来て、俺のところなんかゾイアクから手紙が来たんだけどみたいな。その手紙の内容っていうのがまたなんかよくわからなくて、助けてくれ、助けてくれ、怖い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 、俺の中のもう一人の俺が暴走しようとしている。怖い怖い、もう俺は俺を止めることができない。誰かブレーキを止めてくれ。ブレーキを止めてくれ、ブレーキを止めてくれ。このことからもうね、手紙の文もすごいの、もうめっちゃくちゃなの。語字もすごいし、あー、文法もやばい。だからこのことから多重人格者なんじゃないかな、疑惑を立てられたんですね。まあそのテレビ出演してからこういう意味不明な手紙結構もらうようになったのよ。もらうんだけど結局手がかりは全くつかめない、はい、うん、そんなこんなで7年という月日が経った、ここでね、もうこれまでとは全くテイストの変わった手紙が送られることになります。その手紙の文章っていうのが、この7年間の間で37人の人物をしてきたの。このことを新聞で大きく取り上げなかったらもっと凄まじいことになるぞ。なんか急にね、その助けてくれみたいな感じだったのに脅迫文になって、もう一人の僕が。でもこれには警察も警戒しました。何しでかすか分かんないじゃん、こんだけのことしてきたから。確かに。だけど何にも起きなかったんですよね。結局でこれ以降そのゾディアック系の事件っていうのも一件も起きなくて一件落着ってなった。何にも起きなかった。そう、そのゾディアックからその日以来もう電話も来ないし手紙も一切来なくなった。もうこれがね一番の未解決って言われてるところで、はい、謎なんですよ。あ、まだ謎って。そう、分かってないんですよ。まあ警察の考察としては、もしかしたら普通に病気か交通事故で亡くなってしまったんではないかと。まあこれが一番濃厚なんだよね。まあそれか別の事件の犯人として捕まってしまったか。これはでもあんまりないんだよね。なんで？ゾディアック系には警察も結構シビアになってて、それっぽい容疑者がいたらもう片っ端から DNA 検定で、うん、もう細かく鑑定、DNA 鑑定ですよね。DNA 鑑定でもう細かく調べたんだけど、どれも一致しなかったから多分この説は、ね、そこで俺がすごいと思う。そう、薄いんです。 DNA 鑑定があるのに30何人、うん、もう誰かわかんないって。確かに。そう、このような犯罪を劇場型犯罪って言うんですよ。犯人が主役、うん、警察が脇役、マスコミと一般人が客みたいな感じで、このような構造を指す用語として劇場型犯罪ってあるんだけど、うん、これ日本でも結構あって、例えば3億円事件とかありますね。見てる一般人とかさ、エクサイティングしちゃうじゃないですか。ちょっと俺もなんか今うわかっけえとか思っちゃってたもんね。ちょっとおもろいって。それに多分ゾディアックもなんかちょっと高揚感というか、あ、悪い気しないなみたいな感じで多分やってるんですよ多分。ちなみにこの話はね映画化もされてます。映画あるんだ。多分ワンチャンだからね、ハンターハンター多分ワンチャンあるかもしんないよね。いや、そっから撮ってるパターンあると思う。さっきそれはないやつでごめんごめんごめん。あ、ごめん、全然入ってこなくていいよ。最後の手紙なんだけど、この内容をちょっともう一回確認したいんだけど、事件を新聞で大きく取り扱わなかったらこれまでにね、凄まじいことをやるぞと。その手紙を送ってから一切何もないってことは、この凄まじいことがまだ起きてないってことじゃないですか。そうですよね。怖い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 、やばいやばいやばいよ。だからもしかしたらこれから先カリフォルニアでもうとんでもない事件が起きるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。えぐっ、えー、怖いわ。でもおもろいわ。だからそう、ね、勉強になりました。ゾディアックめっちゃ頭いいな。めちゃめちゃ頭いいよね。確かに多分ゾディアックファンいるよ。あ、そう、ファンいる、ファンいるよ。一切答えてから俺がゾディアックだけどってあの警察に電話するやつ増えた。それも狙いかもしれない。かく乱するためにね、ま、惑わせる作戦と、あと最初にカップルめっちゃ狙ってたじゃん。あ、で途中で変えたじゃん。それもめっちゃうまくない？まあ確かに、ね、最初にあれがあるかもしれない。絶対それもね、作詞なんですよ絶対。育成としてんな。